ジョセフ・フッカーは、アメリカ合衆国の職業軍人であり、南北戦争の時は、北軍の少将を務めた。あだ名は、ファイティング・ジョーだった。フッカーは、南北戦争の全体で従軍し多くの実績を挙げたが、1863年のチャンセラーズビルの戦いで、南軍のロバート・イーリー将軍に対して惨めな敗北を喫したことが一番知られている。フッカーは1814年に、マサチューセッツ州ハドリーで生まれた。祖父はアメリカ独立戦争の時にタイだった。初等教育は地元のハンプキンズアカデミーで受けた。1837年にアメリカ合衆国陸軍士官学校を卒業し、第一アメリカ砲兵連隊の少尉に任官された。最初の任地はフロリダ州で第二次セミノール戦争に従軍した。米北戦争では、ザカリー・テイラーとウィンフィールド、スコットの両将軍の作戦で参謀を務めた。この時の3つの戦い、モンテレー、ナショナルブリッジ及び、チャプルテペクの各戦いでの参謀の指導力と勇敢さによって3度の名誉昇進を果たした。フッカーの軍隊内での色男という評判は、メキシコの時に始まっており、メキシコの女性たちが、ハンサムな大尉と呼んでいた。米北戦争後、太平洋師団の総務局長補となったが、1853年に退役した。ギデオン・ピローが命令不服従で、軍法会議にかけられた時、フッカーの元上官、スコット将軍に不利な証言を行ったことで、フッカーの軍での評判が下がった。フッカーは、カリフォルニア州、ソノマ郡に農夫及び土地開発者として入植したが、農業よりも、賭け事や酒に溺れることが多かった。フッカーが、新しい職業で明らかに不満を抱き成功も、していなかったことは、1858年に、陸軍長官ジョン・ B ・フロイドに宛てて、中佐の候補者として、ジェームズ・ブキャナン大統領に推薦してもらいたい旨を、書き送ったことでわかる。しかし、この要請は実らなかった。1859年から1861年、カリフォルニア民兵隊で大佐の職を得た。南北戦争が始まった時に、フッカーは任官を求めたが、最初の申し出はおそらく当時の総司令官ウィンフィールド、スコットの心に残っていたわだかまりによって拒否された。フッカーはカリフォルニアから東部に移動するために借金をしてきていた。第一次ブルランの戦いの敗北を目撃した後で、エイブラハム・リンカーン大統領に手紙を書き、軍隊の誤った管理に苦情を言い、自分の資格を宣伝し、再び任官を求めた。1861年8月、フッカーは、志願兵隊の准将として指名され、5月17日付の辞令を受けた。最初は、ワシントン DC 周辺の旅団続いて、師団の指揮を取り、ジョージ・マクレラン少将の下で、新しいポトマック軍の組織化と訓練を担った。1862年の半島方面作戦で、フッカーは、ポトマック軍第3軍団の第2師団を指揮し、その任務をよくこなし、戦場において、重要なポイントを積極的に求める、戦闘指揮者としてその有名を馳せた。ウィリアムズバーグの戦いと7日間の戦いを通じて、頭角を現した。マクレランの慎重すぎる将軍ぶりにイライラし、リッチモンドを占領できなかったことについてあけすけに批判した。フッカーはその上官について、彼は軍人ではないだけでなく、軍人とは何かを知らないと言った。半島方面作戦で、フッカーに関する2つの評判、すなわち、部下の福祉と指揮に気を使うことと、戦場においてすら深酒をするということが固まった。マクレランの軍が活動できなくなると、フッカーは、ジョン・ポープ少将のバージニア軍に転属になった。その師団はまず、サミュエル・ P ・ハインツェルマン少将の第3軍団についたが、北バージニア方面作戦と、第2次ブルランの戦いで北軍が大敗した後は、9月6日に、軍団指揮に就いた。ロバート・イーリーの軍隊が北のメリーランド州に入った時、フッカーの軍団はポトマック軍の元に戻り、サウス山の戦いとアンティータムの戦いでは活躍した。アンティータムでは、アメリカ史の中でも、最も流血の多い日の最初の攻撃を仕掛けたのが、フッカーの軍団であり、ストーンウォール、ジャクソンの軍団を南へ追いやり、そこで手詰まりとなった。フッカーは、攻撃的であり、部下を奮い立たせていたが、足を負傷して、早朝に戦場を離れた。自分が戦場に止まっておれば、決定的な北軍の勝利になったはずだと主張したが、マクレラン将軍の慎重さのために再度北軍は失敗し、精力的に劣るリー軍が壊滅を免れた。リンカーン大統領は辛抱できなくなり、マクレランを解任して、アンブローズ・バーンサイド少将を後任に据えた。12月のフレデリックスバーグの戦いは、北軍のもう一つの挫折だった。足の傷から回復したフッカーは短期間第5軍団の指揮を取ったが、続いて第3軍団と第5軍団を統括する第4団指揮官に昇進した。フッカーは死の背後にある防御が施された高台を攻撃するというバーンサイドの作戦を嘲笑い、それを非常識とみなした。その第4団は、フッカーが抗議したにもかかわらずバーンサイドの命令によって14度の無益な突撃を行い、甚だしい損失を被った。バーンサイドはこの戦いの後1863年1月にも惨めな泥の行軍を行い、フッカーの上官に対する批判は公式の命令、不服従の域まで達した。バーンサイドのことを卑劣感、失敗した犠牲のと表現した。バーンサイドはフッカーを含み、部下の指揮官総入れ替えを目論み、大統領の承認を求める書面を作った。フッカーのことは、現在のような重大な危機に、重要な役割を任せるには不適と述べた。しかし、リンカーン大統領は再度辛抱できず、反対に、バーンサイドを解任した。1863年1月26日、ポトマック軍の新しい指揮官は、ファイティング・ジョー・フッカーだった。フッカーの評判は、前任者に恐ろしく欠けていた、攻撃性ということだったので、軍隊の一部はこの移動が避けられないものと見ていた。フッカーは、この昇進を最高の控えめさでは受けなかった。彼は、戦時の国は独裁者が支配するのが最良だと言ったと言われている。リンカーンは次のように答えた。私は、あなたが、最近軍隊も政府も独裁者を必要とすると言ったと聞いたし、それは信じられるところである。もちろん私があなたを指揮官にしたのはそのためではなく、そうさせないためである。成功した将軍たちだけが独裁者を作り上げることができる。今あなたにお願いすることは軍事的な成功であり、独裁性のリスクをかけている。1863年春の間、フッカーは傑出した管理者として評判を確立し、バーンサイドの下でさらに低下していた兵士の士気を取り戻させた。彼が変えたことは、軍隊の日々の食事の修正、宿営所の衛生状態改善、補給制度の改良と会計責任、中隊料理人の追加と監視、いくつかの病院の改善、さらに歯科制度の改良といったことがあった。他にも増加する脱走を止めるという必要性に対処するもの、訓練の量と質の増加、強力な士官の訓練、高レベルの命令の交換、及び初めて連邦騎兵隊を単一軍団に組織化したことがあった。フッカーは、その再生された軍隊について、次のように語った。私はこの惑星で最良の軍隊を持っている。私は、この世で最良の軍隊を持っている。もし敵が逃げなければ、神が助けてくれる。リー将軍に、神のお慈悲を。私はそんなものは、持っていないから。しかし、ファイティング・ジョーは将軍たちとその参謀や部下にとって、悪い例も示した。ファルマスにあったその本部は、酒場と、売春宿の組み合わせであると言われた。彼は、ダニエル・バターフィールドや、悪名高い政治家将軍、ダニエル・シックルズを含む忠実な政治的取り巻きのネットワークを作り上げた。その春から夏にかけてのフッカーの作戦は優美で、期待の持てるものだった。まず騎兵軍団を敵の後方深く送り込み補給線を混乱させ、主力部隊の攻撃から気をそらせることだった。ロバート・E・リーのかなり小さな軍隊をフレデリックスバーグに釘付けにし、一方でポトマック軍の大半は迂回行動をとって、リー軍を後方から叩くというものだった。リー軍を打ち破れば、リッチモンドの占領も可能だった。フッカーや北軍にとって不幸だったのは、その作戦の実行が、作戦自体の優雅さと合わなかったことだった。ジョージ・ストーンマン准将が指揮する騎兵隊の襲撃は慎重に行われ、その目標としたものにたどり着かなかった。迂回行動は十分にうまくいって戦略的な吸収ができたが、5月1日に敵と接触したという第一報が入った時に、フッカーはその度胸を失ってしまった。リー軍の後方に攻勢を取るよりも、チャンセラーズビルというちっぽけな交差点の町周辺に自軍を後退させてしまい、リー軍が攻撃してくるのを待った。リーは、大胆にその小さな自軍を2つに分けて、フッカー軍の両方の部隊に対処させた。その後、さらに自軍を分けて、ストーンウォール、ジャクソンの軍団に迂回行動をさせ、フッカーの無防備な右翼をつかせ、第11軍団を崩壊させた。ポトマック軍は防戦一方になり、結果的に、総退却を強いられた。チャンセラーズビルの戦いは、リーの完璧な戦いと呼ばれてきたが、これは大胆な戦術で大部隊の敵に打ち勝つ能力によっていた。フッカーの失敗の一部は、大砲弾との間一発の遭遇に返せられる可能性がある。フッカーが本部の玄関に立っている時に、砲弾がもたれかかっていた木製の柱を直撃し、フッカーは倒れて意識を失い、その日の残りは、何の行動も取れなかった。それだけ何もできない状態にもかかわらず、一時的に副指揮官のダライアスコーチ少将に指揮を渡すという混成を拒んだ。コーチやヘンリー・ W ・スローカム少将を含みその部下の将軍たち数人は、公然とフッカーの指揮官としての決断に疑問を呈した。コーチは大いに嫌気がさして、再びフッカーの下につくことを拒んだ。その後の数週間で政治的な嵐が吹き、もしリンカーンが自分でそうしなければ、将軍たちが自らフッカーをその地位から追い落とそうと、画策した。6月、ロバート・E・リーは、再度北部への侵攻を開始し、リンカーンはフッカーに、リーを追撃して打ち破るよう特令した。フッカーの当初の作戦はその代わりにリッチモンドを占領することだったが、リンカーンはそのアイディアを即座に否決し、ポトマック軍は北に動いて、シェナンドー渓谷を滑り出て、ペンシルベニア州を狙い撃ちリーの北バージニア軍の所在を突き止めようとした。フッカーの任務はまず、ワシントン DC とボルティモアを守ることであり、第2位にリーを抑えて打ち破ることだった。不幸なことにリンカーンはフッカーに抱いていた信頼も、ほとんどなくしていた。フッカーが、ハーパーズフェリーの防衛軍の状態について、本部で論争に及んだ時、衝動的に辞任を言い出し、それがすぐにリンカーンと総司令官のヘンリー・ハレックに認められた。6月28日、南北戦争の頂点となるゲティスバーグの戦いの3日前に、フッカーは解任され、ジョージ・ミード少将が後を継いだ。フッカーは、ゲティスバーグ方面作戦の開始にあたってその役割に、対する連邦議会からの感謝状を受けたが、その栄誉はミードに渡った。フッカーの軍歴は1863年夏のまずい業績では終わらなかった。ポトマック軍の第11軍団及び第12軍団とともに、テネシー州チャタヌガ周辺のカンバーランド軍の補強に転属となり、そこで確固たる指揮官としての評判を再度得るために動いた。ルックアウト山の戦いで指揮を取り、第3次チャタヌーガの戦いでは、ユリシーズ・グラント中将の決定的勝利のために、重要な役割を果たした。チャタヌーガでの功績により、正規軍の少将に名誉昇進したが、戦勝に関するグラントの公式報告書では、フッカーよりもグラントの友人であるウィリアム・シャーマンの功績を高く買っていたことに失望した。フッカーはシャーマンが指揮する1864年のアトランタ方面作戦でその軍団を完璧に率いたが、先輩ではない他の将軍の昇進に不満だったので、アトランタ市の占領の前に解任を求めた。10月1日からは、シンシナティに本部を置く。北方方面軍の指揮を取り、戦争の終わりまで務めた。シンシナティにいるときに、合衆国下院議員ウィリアム・ウェス・グローズベックの姉妹、オリビア・グローズベックと結婚した。南北戦争終戦後、フッカーは、健康を患い、卒中で、体の一部が麻痺した。1866年9月1日には、志願兵を解除され、1868年10月15日には、正規軍の少将として陸軍から退役した。1879年に、ニューヨーク州、ガーデンシティを訪れている時に死に、妻の故郷であるシンシナティのスプリンググラブ墓地に埋葬されている。フッカーは、その嫌っていたあだ名、ファイティング上で一般に知られている。半島方面作戦の時に、新聞の特報がニューヨークに届いた時、戦う、ジョー・フッカーという入稿が誤って、ハイフンが取れてしまい、それがあだ名になった。ロバート・イーリーはそのかつての敵を、やんわりとした皮肉を込めて、F.J. フッカー氏と呼ぶことがあった。フッカーの大酒飲みの色男という評判にも、かかわらず、フッカーの本部で開かれたパーティーや、軍事的規律の欠如ゆえに、売春婦に対する俗語が彼の性から出てきたという民間伝承には根拠がない。この伝説の別の形では彼の師団についてきていた売春婦の一隊が霊障的にフッカー将軍の軍隊あるいはフッカーの旅団と言われたことによるとしている。しかしフッカーという言葉はフッカーが公の人となる前の1845年にはすでに印刷物に現れている。フッカー伝説のルフは少なくともその言葉の人気に一部席があるのかもしれない。ボストンのマサチューセッツ州会議事堂の外には、フッカー将軍の騎馬像がある。ネブラスカ州フッカー軍は、フッカーの名前にちなんで名付けられた。連邦議会からの感謝状。ジョセフ・フッカー少将に、ロバート・イーリー将軍による強力な反乱軍の、起とされた、侵攻の打撃からワシントンとボルティモアをまず守った、技術、勢力及び辛抱強さに。ありがとうございます。